日本語能力試験、懲戒 N1 これから懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題 1, 1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 1> 女の人と男の人が出張の準備について話しています。女の人がこれから準備するものは何ですか 私、ニューデリーへの出張は初めてだから心配なんですけど、鈴木さん、前に出張で行かれたことがあるって言ってましたよね。おととしですね。あそこは日中は暖かいですけど、だからって軽く考えない方がいいですよ。夜は気温がぐんと下がりますからね。一枚余分にセーターが必要ですね。用心に越したことはないですからね。それから雨雲。今の季節、雨は降らないから、 いらないって聞いたんですけど。全く降らないわけじゃないみたいですよ。そうですか。あと、資料は昨日いただいたのでいいんですよね。新しいデータと差し替えてありました ?11 月分になってましたけど。じゃあそれが最新ですね。あと、電卓持っていくと便利ですよ。ホテルなんかで両替するとき、ちゃんと確かめないと違うことがよくあるんで。それは携帯電話で代用しようかと。 携帯忘れるところでした。こっちから持っていくんですかじゃあ、日本とは電圧が違うんで、充電するときに使う変圧器、借りていかないと。確か、総務部で聞けば貸してくれると思いますけど。あ、それはパソコン用のがあるんで。女の人がこれから準備するものは何ですか 2>, 2番病院に電話をかけて予約をしようと思っています。今日は8月1日です。明日の午前の診療の予約をするにはどの番号を押せばいいですかはい。吉田クリニック自動予約システムです。診療の予約は01を。検査の予約は02を押してください。次に、 ご希望の日にちを4桁の数字で入力してください。例えば、5月13日でしたら、0513と押してください。次に、ご希望の時間帯を入力してください。午前は1を、午後は2を押してください。 明日の午前の診療の予約をするには、どの番号を押せばいいですか ?3 番。家で女の人と男の人が話しています。女の人は、まず何をしますかあれこのリモコン壊れたかな ボタンを押してもエアコンがつかないよ。説明書読んでみようよ。修理を頼む前にってページがあるでしょもうかなり前のだから説明書なんかどこかに行っちゃった。買い替えの時期かもね。電池変えてみたまだ。電池を変えても動かなかったらそしたらメーカーに修理を頼めばいいよ。その前にいくらぐらいの修理になるか見積もりを取った方がいいと思うけど。わかった。 でも、エアコンじゃなくて、リモコンの問題かもしれないよ。リモコンの買い替えだけで済むかもしれないし。じゃあ、とりあえず。女の人は、まず、何をしますか ?4 番。男の人が、 上司とトイレ用の新製品の開発について話しています。男の人はこれからまず何をしますか課長、この間のトイレのお掃除についてのアンケート結果が出たんですが。ああ、どうだったはい。予想以上に紙で拭くシートタイプの利用者が増えているようです。そう。その結果は会議でアピールできるわね。ええ。それと、 使いにくさについての回答は、ほぼこちらの予測通りでした。そう。じゃあ、企画書はこれでいけるとして。会議では、今回の結果を視覚的にわかりやすく見せるようにしたら効果的ね。前回の結果との比較があると、なおいいかも。わかりました。前のデータもすぐ出せます。あ、あと、ネーミングの候補と容器のデザインはデザイナーには連絡したんですが、週明けになるそうです。そう、わかった。 男の人はこれからまず何をしますか ?5 番男の人が友達にソファーの処分について聞いています。男の人はこの後まずどうしますか再来週帰国するんで今部屋を片付けてるんだけど ソファーの処分に困ってるんだ。部屋に残したままでいいかな。それはやっぱりまずいんじゃない大家さんだって困ると思うよ。粗大ゴミにしたら有料になるからね。うーん。でもまだ使えるから捨てるのはちょっと。だったらリサイクルショップに売るっていう手もあるよ。リサイクルショップうん。ネットで調べてみたらどうあちこちにあるよ。 でも、汚れてたり、傷があったりすると、売り物にならないって断られちゃうけど。ああ、ちょっとだけ傷があるな。売れなくても構わないんだけどね。引き取ってもらえれば。ただでいいなら、市の不要品センターでもリサイクルをやってるよ。市の案内を見れば、電話番号もわかると思うけど。でも、売れるかどうかはリサイクルショップの人が判断するんだから、まずは見てもらったらいいんじゃない ああ、そうだね。ダメなら不要品センターに。いろいろありがとう。男の人はこの後まずどうしますか問題二。問題二ではまず質問を聞いてください。 その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。1> 面接官の男の人と女の人が入社試験の面接の後、話しています。面接した学生について、 女の人が不満に思った点はどんなことですかどうですか今面接した人。彼は成績は普通ですが、人と接する仕事に就きたいっていう志望動機もちゃんと言えてますし、 会社に入ると学校の成績だけじゃないですからね。ただ、志望動機よりも。大学で学んだコミュニケーション学を活かしたいって言ってましたよね。お客様相手のこの仕事には向いているんじゃないですかコミュニケーションの基本は、まず相手の話を聞くことですよね。こっちがまだ質問を終わらないうちに喋り出すのはどうも。話すことが好きなんですかね。 いかにも優等生みたいな練習してきた通りの答え方ですね。だから質問と噛み合ってないんですよ。まず相手の話に耳を傾けるってことが、ああいう人は苦手なんじゃないかな。それはこれから教えてやれば。でもコミュニケーション学を勉強してあれですからね。面接した学生について。 女の人が不満に思った点はどんなことですか 2>, ?2 番家電メーカーの男の人が電気店の女の人と話しています。女の人はこの製品の何が問題だと言っていますか 早速ですみません。先日サンプルをお見せした当社の新しい炊飯器、懐かしご飯の件、いかがでしょうかぜひこちらのお店で販売していただきたいんですが、名前の通り、昔のお釜で炊いたのと同じ味のご飯が炊ける商品です。そうですね。まあ、販売対象がある程度年配の方なら、昔のご飯が懐かしいということになりますからね。 今までの炊飯器のイメージとは違った、シャレた感じになっていますし、台所に置いても生活感が出ませんよ。確かにね。ただ、この価格だとなかなかね。でも、本当に美味しいご飯が食べたいと思う人が増えているという調査結果から開発したんですよ。今までとは性能が全く違います。それはわかりますが、一頃と違って、今皆さん財布の紐は硬いですからね。 それを考えますと。しかし、10年以上は十分使える製品ですよ。何しろ、美味しく炊けるっていう自信作ですから。ところがね、今の消費者っていうのは、飽きっぽくて。新製品が出ると、すぐそっちの方に目が行くんですよね。女の人は、この製品の何が問題だと言っていますか 3番会社で男の人と女の人が話しています男の人が華道を習っている理由は何ですか最近仕事に少し余裕ができたから習い事始めたんだ。 スポーツクラブかなんかに申し込んだのうん。角度。角度って、行けばなそう。すごく楽しいよ。男性は少ないんだけど。綺麗な女の人たちに囲まれてるのが楽しいんでしょう。どっちかっていうと緊張するよ。でも、それを抜きにしても楽しいんだ。お花好きなの特に好きだってわけじゃなかったんだけど、一度会社の人に誘われてやってみたんだよ。そしたら、 花を生けてる時は頭の中が空っぽになるんだよ。あ、わかるな。仕事から帰って何もないと寝るまでそのこと考えちゃうもんね。僕もそうだったんだ。それが今はうちに帰るとこの花をどこに飾ろうかとかこっちのバランスの方がいいかなとか気分がすっかり変えられるんだ。男の人が稼働を習っている理由は何ですか 4番。会社で女の人が上司と話しています。女の人はどうして出張に行けませんかあの部長、今よろしいでしょうか出張の件でご相談があるんですけど、今回、 どなたかに変わっていただくわけにはいかないでしょうか。ああ、妹さん結婚するんだっけ。式の日取り決まったのあ、はい。結婚式の方はまだ先なんですけど、あの、実は先日、母が入院しまして、急に手術することになってしまったんです。えそうなのそれじゃあ行ってあげなくちゃ。直前になって申し訳ありません。資料の用意はしておきますので。 無理しなくていいよ。林くんなら、だいたいこれまでの話はわかってるよね。はい。林さんなら、私も心強いです。では、林さんに資料を渡して、引き継いでおきますので。うん。私からも話しておくから。女の人は、どうして出張に行けませんか 5番女の人がメールについて話していますこの人がメールによるやり取りには手紙や電話にはないメリットがありますがメリットと同じぐらいデメリットもあります。 メールが原因でお互いの気持ちにひびが入りそうになったこともあるので、私は気軽なメールでも結構気をつけています。要は相手と同じようにするということです。届いたらすぐに返事をくれる人には私もそうしています。短めに要件だけの人には私も短め。丁寧に挨拶から書く人には私もそのように。 メールをするときの感覚はみんな違うんだと思って、自分も相手のやり方に従うようにしているんです。もちろんメールをするだけではなく、たまには電話で直接声を聞いたり、手紙を書いたりもしています。この人がメールで一番気をつけていることは何ですか 6番男の人が研究発表をした後で女の人と話しています。女の人はアンケート調査の何が問題だと考えていますかでは、私の発表についてご質問等ございましたらお願いいたします。 えっと、よろしいですか今のご発表、消費者心理を読み解くための新しい視点だと思います。それに、実施されたアンケートは質問項目も工夫されていて、大変勉強になりました。あの、一つ伺いたいんですが、今回はインターネットを使っての調査でしたね。この方法を選んだ理由をお聞かせ願えますかそうですね。 最も手軽に多くの年齢層の人から意見が聞けると思ったんですが。そうですか。幅広い年齢の人を対象にするのはいいと思うんですが、これは携帯電話からも回答が可能でしょうかいえ、今回はパソコンからだけです。そうですか。ちょっと思ったんですが、この方法ですと対象者が日常的にパソコンからインターネットに接続できる環境の方に限られるのではないでしょうか それによって必然的に対象者のタイプが似通ってしまうのではないかと。ああ、そうですね。ありがとうございます。それから、アンケートのお礼として面白い情報がもらえるというのは、動機づけの面から見て真似させていただきたいと思いました。女の人はアンケート調査の何が問題だと考えていますか 問題3問題3は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。1番 1> 大学で先生が話しています。日本には 俳句という文学の形式があります。わずか17音だけで作られる世界一短い詩です。15世紀に流行したレンガという形式の詩がその始まりです。レンガは参加者全員の共同作業によって作っていく長い詩のことです。一番初めの人が五七五の17音で詩を作り、次の人は 七七の十四音でその続きを作る。これを繰り返し続けて作っていきます。十六世紀になると、このレンガに代わって、徘徊というのが流行しました。形式はレンガと同じですが、日常生活のことをユーモアのある詩にしたもので、いわゆる文学とは遠いものでした。そのうち、最初の五七五の十七音だけの短いものが、 独立した形になりました。これが俳句です。日本古来からある和歌から独立したもののように思われることもありますが、実は誕生も歴史も別のものです。先生は何について話していますか <S ?1, 1、俳句の起源2、レンガの作り方三。 レンガと徘徊の共通点。4。俳句と和歌の違い。2>, 2番。就職先を探している後輩に、先輩がアドバイスをしています。先輩、仕事を始めて2年目ですよね。そろそろ就職活動を始めようと思っているんですけど、僕、どんな仕事が向いているか、 よくわかんなくて。働いたことないんだもん。当たり前だよ。私もそうだった。働いてみて、いろんなことを経験していくうちに、こういうのが得意なのかなって、やっとわかったかな。じゃあ、営業に向いてるって、最初からわかってたわけじゃないんですか。そういう人の方が少ないんじゃないだって、ずっと学生だったでしょだからさ、自分に向いてるかどうかにこだわるんじゃなくて、とりあえず、 この人たちと働きたいなと思うところに就職してみたらで、信頼できるとこだったら諦めないで続けてみるっていうのがいいと思うよ。信頼できるっていうのは社員を人としてちゃんと育ててくれようとしてるかってこと。そういうところは大丈夫。そういう職場にいれば実力もつくと思うし。反対に自分が歯車の一つとして扱われてるって感じたら、 給料が今より低くなっても転職しようって私は思ってるけど。女の人はどうするのがいいと言っていますか ?1。自分に向いている仕事を探す。2。一度入った会社を辞めないようにする。<S 3, 3。一緒に働きたいと思える人がいる会社で働く。4。 給料に満足できる会社に入る。3番。テレビで専門家が話しています。昔から寝る子は育つと言って、体の成長のためには睡眠が大切だと考えられてきましたが、これは脳の働きにも同じことが言えます。脳は体が寝ている間も、 起きている時に頭の中に入ってきた情報をつなげたり、必要のない情報を捨てて情報を整理したりしてくれているんです。前の日にはよくわからなかったことが寝て起きたら急にわかったり、前の日に弾けなかったピアノの曲が次の日には弾けるようになったりした経験のある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。それは練習した後にちゃんと寝たからなんですね。 専門家は何について話していますか ?1、1> 睡眠による体の成長 2>, 2、睡眠の脳への効果3、効果的な睡眠方法4、情報整理の方法4番、男の人が 高速鉄道の事故や故障の原因について話しています。これまで安全だと信じられてきた高速鉄道の事故や故障が続いています。実はその原因の多くは単純なミスです。これまでは人間が一つ一つ点検しているから大丈夫と安心してきたのですが、最近起こった3件の事故では1番目にチェックした人の間違いを2番目の人が発見できませんでした。 そして3番目の人もその小さなミスを見逃してしまったのです。このままではまた事故が起きるでしょう。そこには人がミスをする可能性が計算されていないからです。もっと危機意識を強く持たなければならないと主張する人もいますが、個人の意識に頼るのではなく、点検システムを考えていく必要があると思います。 男の人は事故を防ぐためにどうすればいいと言っていますか 1, ?1. 単純なミスをしないように注意する。<S 2. 2 <S 複数の人が点検する。3. 個人が危機意識を強く持つ。4. ミスを発見するシステムを作る。5番。 アパートの2階に住む女の人が1階の人のところへ行って話しています。あの、上の階の中田ですけど。はい。あ、はい、どうも。すみません。息子がお庭におもちゃを落としてしまったんですが。上から見ると、どなたもお庭にいらっしゃらなかったようでしたが。 怪我とか壊れたものなんかありませんでしたかあら、気づかなかったけど。ちょっと待っててね。大丈夫でしたよ。はい、これ。かわいいおもちゃね。どうぞ。本当に申し訳ありません。私の不注意で。息子にもよく言って聞かせますから。 まだ三つでしょいいのよ。それより坊やが落ちないようにちゃんと見ててあげてね。はい。あの、これよかったら。いいえ、いただけないわ。い,いえ、でもいつもドタバタとうるさくしてご迷惑をかけてしまってますし。甘いものがお嫌いでなければ、どうぞ召し上がってください。まあ、本当に。でも、もうお気遣いなくね。 二階の女の人は何をしに来ましたか ?1、物を落としたことを誤りに来た <S 2, 2、忘れ物を受け取りに来た3、子供が落ちないように注意しに来た4、贈り物を届けに来た問題4問題4では、まず 文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。1番。その箱も持っていかないといけなかったんだっけ ?1。あ、これもいけないんだっけね。<S 2, 2。いや、持ってないと思うけど。3。そう。 さっきの部屋にね。2>, 2番。先方がとんでもない条件を出してきたんだよ。これじゃ話にならないよ。1。1> あ、それは良かったね。2>, 2。それは困ったね。3。そうね。話が難しいね。 3番。この前、久しぶりに昔住んでた町に行ったんだけどね。いやー、変わったなんてもんじゃなかったよ。1。1> へえ、そんなに変わったんだ。2>, 2。へえ、やっぱり相変わらずなんだね。3。へえ、ずいぶん昔から住んでいたんだね。 4番。これ以上の変更は好ましくないんじゃないかという気がしてまして。1。1> ええ、できれば避けたいですね。2>, 2。ええ、それは避けられないですね。3。ええ、それもいいかもしれませんね。5番。笑うことないでしょう。 こっちは大真面目なんだから。1。はい、あまり笑いません。2。2> いえ、面白そうな話でしたよ。3。そうですね、失礼しました。6番。あなたにもっと早くしてなんて言われる覚えはないですよ。1。1> すみません。 失言でした。2>, 2。そうですか。今度は覚えてくださいよ。3。ええ。私もそのこと忘れていました。7番。一体どうしてくれるんですかこれ。1。1> 申し訳ありません。弁償いたします。2>, 2。それは、 今日お買い上げの方に差し上げているんです。3。いえ、悪いんですが、私はいただけません。8番。念願かなって子供が生まれたんですけど、子供がいたらいたで。1>, 1。1> そう、そんなに大変なの。2>, 2。そうでしょう。かわいいもんでしょう。 三。ほんと、賑やかでいいよね。九番。悪いけど、先に行って、席取っといてもらえないかな。一。うーん、それはもらえないと思うよ。二。届いたら、教えてね。三。わかった。じゃあ、後でね。 10番。行列に並んでまでジェットコースターに乗る人の気が知れないね。1。あそこから並ぶのがいいわね。2。2> そうね。他のに乗りましょう。3。じゃあ、早速乗ってみない ?11 番。ねえ。人違いかもしれないけど、 あの人、二郎くんのお母さんじゃなかった一。1うん、二郎くんのお母さんだね。二。<2 S 2> ああ、二郎くんのお母さんじゃなかったんだ。三。<3 S 2> うん、二郎くんのお母さんはあの人だったね。問題五。問題五では、長めの話を聞きます。 一番。まず、話を聞いてください。それから、質問と選択肢を聞いて、一から四の中から最も良いものを一つ選んでください。会社で同僚三人が話しています。上田さんの送別会なんですけど、プレゼント何がいいと思いますかそうですね。予算は一万円でしたっけ。じゃあ、 お花と写真立てなんかはみんなの写真を一緒に入れてあげてはどうでしょうかうーん、花はいいと思いますけど、写真は飾ってくれますかね使ってもらえて、いくつあっても困らないものがいいと思いますけど、ネクタイとか。そういうものは、好みに合わないから使わないってことはないんですか僕だったら嬉しいですけどね。自分で選ぶのも難しいんですよ。 いつも似たような印象になってしまって。でも、選ぶの難しそうですよ。ペンケースはどうでしょうかあるいは大きい花束だけでも。文房具こそ使い勝手が気になるような気もしますね。大きい花束は女性なら喜ぶでしょうけど。そうですね。僕ならやっぱりちょっと自分では選ばないようなものをもらえるといいかなと思いますが。 上田さん、グレーのスーツが多いから、意外にピンクとかいいかもしれないですね。じゃあ、お花は私が用意しますので、そちらを選ぶのはお二人にお任せしていいですかわかりました。女性の意見も聞きたいし。じゃあ、花束の方、お願いしますね。送別会で何を送りますか ?1。写真立てと花束。 2. 2ネクタイと花束 3. ペンケースと花束 4. 大きな花束 2>, 2番まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。 市民研究会で係りの人が案内をしています。本日は市民研究会生物の多様性を考えるにお越しいただきありがとうございます。午後3時からの1時間は4つの会場に分かれて発表を行います。まず101教室では生物の多様性についての最新の研究成果を発表します。動物、植物に関わらず、 今どんな研究が進んでいるのかに関心をお持ちの方はこちらへどうぞ同じく1階の105教室は動物・植物の多様性と環境との関係についての発表ですそれぞれの地域の方がその地域での環境の変化と生物との関係をビデオで説明します次に2階の201教室では 現在進行中の生物の多様性を守るプロジェクトの紹介があります。プロジェクトにご協力くださる方もここで募集しております。そして、生物の多様性を取り戻すための取り組みを皆さんで話し合います。最後に205教室では、私たちのごく身近なところでの生物の観察方法について講師の方にお話しいただきます。 理科の勉強にも役立つ内容です。ぜひお子様もご参加ください。ああ、太郎も連れてくるんだったね。あの子、小さい生き物が大好きだから、きっと喜んだと思うよ。あなたがしっかり聞いてきたらいいじゃない。私はビデオとか映像があった方がわかりやすそうだけど、どうしようかな。僕はこの地域で、 いつか実際に活動に参加してみたいなって思っていたんだ。何かできそうな活動の情報があるかもしれないから、そっちに行ってみるよ。じゃあ、私はあなたと太郎の代わりにしっかり聞いてくるわ。今度散歩するとき楽しみにしててね。質問1男の人はどの教室へ行きますか 質問 2, 2女の人はどの教室へ行きますか Yeah. you.